中国共産党本部のある中南海の正門である新華門、毛沢東による記号。人民に奉仕するとは中華人民共和国の政治スローガンの一つ。1944年9月8日の毛沢東の演説から生まれたスローガンである。この演説は文化大革命の時期にベチューンを記念する愚公山を移すとともに老三編とまとめられてパンフレットにされ、 大々的に普及された。日本でも、当時、初級中国語教材として用いられた。含むは日本語から、中国語に流入した言葉、いわゆる日本語釈用語である。三島省東州市市長社内。1984年以来、中国人民解放軍の兵士たちが自動車に立って、越兵する指導者を迎える際に用いられる。 1984年の軍事パレードの時には、東昌平に対し、1999年の軍事パレードの時には、江沢民に対し用いられた。2009年10月1日の軍事パレードでも、胡錦東に対し用いられた。2015年の軍事パレードでは、習近平に対し、用いられた。具体的にはという風うに用いる。陶器役や、 憲法やメディアでも頻繁に用いられている語である。毛沢東思想と共に1960年代から70年代にかけて世界的にも伝播され、アフリカ系アメリカ人による左翼民兵組織ブラックパンサー等でも英訳のサーブ・ザ・ピープルがスローガンとして用いられた。また北朝鮮でも日本語訳に近い訳語で人民のために含むするとして用いられている。 ありがとうございます。